ただいまより茂木外務大臣の定例会見を始めます。大臣よろしくお願いいたします。私の方からまず一件、日本からのワクチンの、供与についてであります。これまで日本で製造したアストラゼネカ社製ワクチン、2300万回分以上を東南アジア、南西アジア、太平洋島しょ国等に供与してきました。今般海外からの支援要請も踏まえまして、新たに台湾へ50万回分、ベトナムへ40万回分、タイへ30万回分、ブルネイへ10万回分の供与を行うことを決定いたしました。これらのワクチンは準備が整い次第順次各国地域に輸送する予定であります。台湾これまでにですね、累計で340万回分のワクチンを提供しておりまして、今回50万回提供しますと390万回ということになります。またベトナムについてはこれまで318万回提供しておりまして、合計しますと今回の加えますと358万回分と、このような数に上るところであります。引き続き、国内のワクチンの生産、使用状況、各国地域における感染状況やワクチンのニーズ等、さまざまな要素を勘案して検討し、供与を進めていく予定であります。なお、これらのワクチンの提供につきましては、各国からですね、その度ごとに、大きな感謝の念が示されております。私からは以上です。それではご質問のある方は挙手をいただき、指名を受けましたらお近くのマイクにお進みいただいて、社名氏名に続いてご質問ください。ではどうぞ。はい、山本さんどうぞ。NHK の山本です。日米韓の局長級協議について伺います。はい、ちょうどまだ行われている最中かと思いますけれども、北朝鮮がテーマということですが、大臣協議の成果についてはですね、どのような成果期待されていますでしょうか。9時30分から始まりまして、ちょうど終わるかどうかという時間かと思っておりますが、外務省におきまして、北朝鮮に関する日米韓の協議を行っているところであります。今回の協議につきましては、ミサイル発射のですね、以前から予定されていたものでありまして、最近の北朝鮮情勢に関する意見を交換を行ったとともに、引き続き日米韓3カ国で緊密に連携していくことを確認する、こういう機会になると思っております。はい、他にご質問ございますでしょうか。よろしい、じゃあ山本さん引き続きどうぞ。たびたびすみません。クアッドについて伺いたいんですが、アメリカのホワイトハウスがですね、今月24日に首脳会合を開いて、日本から菅総理を招待すると発表しました。はい、改めてその菅総理の出席に向けた調整状況を伺いたいのと、菅さんにとっては退任直前での訪米ということになるかと思いますけれども、そのクアッドの意義、参加する意義について改めてお願いします。米国政府、日本時間の本日の未明になりますが、9月の24日、ワシントン DC で対面で日米豪印首脳会合を、開催する旨発表したところであります。米国からは、本会合の開催にあたってワクチン協力をはじめとする、新型コロナ対策等を、主要な議題の一つとして、話し合うべく、ぜひともこの時期にですね、日米豪印首脳会合を開催したいとして菅総理への招待があったところであります。米国間の招待を踏まえまして、日米豪印による協力の推進や日米関係の強化の重要性に照らして、諸般の情勢が許せば菅総理はワシントン DC を訪問し、日米豪印首脳会談に出席する方向で調整を開始したところであります。史上初となります対面でのですね、日米豪印首脳会談の首脳会合の開催、これは菅総理が出席をしました本年3月のですね、日米豪印首脳テレビ会議、このテレビ会議でも日米豪印がやったのは初めてということでありますけど、ここで合意されたものであります。今回の会合は
自由で開かれたインド太平洋の実現であったり、そのための4カ国協力に対する強いコミットメント、これを日米合意の4カ国が確認する良い機会になると、このように考えております。これから日本においては自民党の総裁選があり、新しい総裁が選ばれるということでありますけれど、日米同盟の強化であったり、また10代開かれたインド太平洋の実現、このことについては誰が総裁総理に選ばれるにしても方向性は変わらないと思っております。さまざまな政治スケジュールの中で、この9月24日、ちょうど国連総会と一緒ぐらいの時期でありますが、ここに決まったということでありまして、この時代日程はですね、適切な日程設定なんではないかなと、こんなふうに今考えております。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。では会見以上とさせていただきます。ありがとうございました。